また来た。今度は何の用？やっとお出ましになったな、ユダ。やはり、奴の連れが裏切ったという噂は本当だったか。何とでも言え。私は私が守るべきものを守るだけだ。それで誰かが不幸になってもいいってわけ。随分と勝手な言い草ね。無事であるかどうか。ただそれだけでいいんだ。この町はもうおしまいだ。いや、全世界ロック排斥に動き出してる。なぜだ、なぜキリストはロックを憎む。それは私にもよくわからない。だがキリスト様は、ロックの弾圧は来るべき楽園計画の第一歩に過ぎない、そう言っていたよ。タワーか。よく知ってるな。情報屋は伊達じゃないから。ユダ様、それ以上は。エダラ、絶望したか。しかし私は一刻も早くこの無意味な争いを終わらせたいだけなのだ。そのためもたとえ反抗勢力であろうとも手を組む。楽園計画、聞こえだけはいいじゃん。いかにもプロパガンダで使えそうな名前さ。さあ、もう話すことは何もない。さっさとどっかへ行ってくれませんかね。行くぞ。
ダ様。ユダ様はこの争いを収束させるために支援隊に身を置いたのですか。力により平和など馬鹿げている。しかし今我々にできることをするしかない。神のご加護。神か。残念ながら私は神を信じない。信じる者も信じない者も神の愛は平等ですよ。ユダ様の愛する男。